ジル、調子は？タリアのおかげで随分楽よ。よかった。トルガレも心配してくれてありがとう。この道はかつて交易路だった。だが他に街道ができて次第に使われなくなっていった。そういうところには野党たちが集まってくる。ああ、いつもの抜け道ってところだ。油断するなよ。兄貴、ここは野党どもの拠点ってわけか。こいつはいい。お前ら金目のもんを置いてきな。ちょっと古い橋だけど、なんとか渡れそうね。崩れた遺跡に架けられた割には頑丈そうだ。峡谷を越える道か。Hoof!
聖地ゼメキス。なんて景色なの。実際に見るのは初めてだわ。神話の舞台になった場所だと聞いてはいたけど。太古の昔、欲に溺れた人々は力を求めて神に戦いを挑んだ。神話によれば決戦の地となったのがこの大幕府だと言われてる。もっともここに落ちた海水がどこに行ってるか誰もわからないが。でもその戦いで神に敗れ、人は罰を受けることになった。そしてそれこそが今なお続く呪い。ドミナントとベアラ、召喚獣も、それを宿すドミナントも呪いの産物だというのが不思議だった。ノザリアはドミナントが太鼓を継いだ。敬われることはあっても疎まれはしない。本でその一節を見たときはさすがに首をひねったよ。そういえば本がたくさんあったわね。子供の頃のあなたの部屋に。人と神の壮絶な戦いに興奮しながら読んだものさ。父上からすれば教えのつもりで俺に読ませていたんだろうな。あなたも普通の男の子だったのよ。こうして眺めているとただの神話だと思えなくなる。そうね。僕らと市場が近い。ここからは人が増えそうだ。気をつけて進まないと。ああ。クライブ、どうしたの？いや、なんでもないよ。オリビエに好意をお譲りになった。それは誠だとおっしゃるのですね。そうだ。信仰オリビエ、新たな主をもってザンブレクは生まれ変わる。かような子供に国の何ができるというのです。祭りごとは私が貢献となろう。しかし父上。私も年を取った。年若いオリビエであればこれから先の公国を託すのに誰よりもふさわしいとは思わんか。それにな、ディオンよ。フーゴクプカは倒れ、ドレイク・ファングは消滅、ダルメキアは要を失った。もはや我らは風の大陸を手中にしたと言っても過言ではない。バリスゼアの統一、それすら夢ではなくなったわけだ。そうやってご自分に都合の良いように。それの何が悪い。今や私は信仰をも従えるグエリゴールの写し身なのだぞ。
陣へ戻れ、ディオン。戦を急ぐがよい。世界に知らしめるのだ。ザンブレクの力をな。父上。あなたはまるで人が変わられた。これはご自身のお考えですか？それともかの者アルテマの意志なのですか？何の話をしている？無論私の考えだ。決まっておろう。アナベラがいてくれたおかげでようやく私は気づいた。理想とする指導者、国家、神の姿に。保身のために自国を売った女の売国奴の言葉に耳を貸すなどと。貴公はこれまでザンブレクの良き英雄でありました。今後もより一層青龍騎士の任に励むことです。オリビエ、控えよ、この無礼者。芸家の御前だぞ。狼藉は許さぬ。申し訳ございません。話はここまでだ。さて芸家、ロエナ商会との会合のお時間です。へえ、また長い話を聞くのですか？嫌だな。父上、私お腹が減りました。新行為を継承できなかったことが不服ですか？勝手に思うがいい。そもそもが間違いなのです。下民の血を引く者がバハムートを宿すドミナントなど、恨むなら貴公の自分の生まれを恨むことです。汚れは拭えませんもの。貴様、なぜそのことを？ボクラド市場まではもう少しだ。このまま進もう。まく自治領に潜り込めるといいのだけれど。信仰シルベストルは今から5年前、瞬く間に自治領を手中に収めた。もともとザンブレクは戦に長けている。ダルメキアとの睨み合いもいつまで続くものか。いつで？ホル、せ、せ、
ようやく。ここらでまだクリスタルの配給があるの。ここでグッズと合流するのよね。そうだな。確か先に仕入れを済ませると言っていた。じきに会えるだろう。荷運びなら俺に任せな。いいもん揃ってるよ。海の向こうの品も揃ってるぜ。さあ見てってくれ。旦那、旦那、寄ってってくれよ。パン一切れで高すぎやしないか。ここらじゃどこも品不足なんだよ。買わないならよそに行きな。現在クリスタル自治領はザンブレク公国による不当な占拠が続いている。そのため出国を認められているのはダルメキア軍から身分を保証されている商人だけだ。通行を願い出る者は各々商人札を持ってここへ順に並ぶように。あれのせいで混み合ってるみたい。臨時の関所か。急いでるんだ。ダメダメ、簡単には通れそうにないな。ひとまずグッズと合流しよう。さてグッズはどこに。果物はどうだい。うちのは一等甘いよ。このでかい皿を買おう。グッズ、ここにいたのか。クライブ、どうしよう。ばあさんに叱られる。落ち着くんだグッズ。何があった。初任札をなくしちゃったんだ。あれがないと乗り合い馬車に乗れない。関所も抜けられないよ。心当たりはない。そういえばさっき子供がぶつかってきて。ああ、ひょっとしてその時にすられたのかも。子供のすりか。俺たちだけで見つけ出すのは厳しそうだな。ええ、誰か手を貸してもらえたらいいんだけど。それなら頼れる人がいる。ちょっとした顔なじみなんだ。この市場のことにも詳しいし、力になってくれるかもしれない。その人はどこに。この先にある赤の正体って店だよ。赤チョコボの看板が目印の。行ってみましょう。二人は先に行ってて、俺は他に取られたものがないか荷物を確認して向かうから。わかった、早く来いよ。ああ、お店がたくさんあるわね。赤チョコボの看板か。お前みたいな小汚いベアラーは。お客さんかい。クリスタル自治領に行きたいなら1000万ギルだよ。どうする。いや、俺たちは。なら予想当たって。待って、違うんだエル。俺の連れだよ。あら、グズじゃない。どうしたの？仕入れのために僕らどまで？あの頑固ババアの他に連れがいるなんてね。それでグッズ、何か厄介事でもあったの？俺の承認札すられちゃったんだ、子供に。ちょっと、よりによって承認札って。まったく。あなたはこの市場に詳しいとか、
子供のスリについて何かご存知でしょうか。これから自治領に向かわなきゃならない。だから取り戻したくてね。つまりあんたたちはまともな身分証を持ってないわけか。まあそう固くならないで。うちに来る客なんて大抵が訳ありよ。そう、子供のスリには心当たりがある。順を追って説明した方が良さそうね。聞いてちょうだい。ダルメキアが自治領島に進軍してから交易の窓口だったこの市場にも軍隊がやってきたわ。少し前から関所の警備も強化されて、裏書きのある身分でないと自治領島へ行くことすらできなくなったのよ。だから最近は人様の承認札を偽装して潜り込もうとする輩まで現れたってわけ。取られた承認札が裏で売買されている？ご明察。でもそれだけじゃない。偽装された承認札に一切の足がついてないの。子供たちだけでできることじゃないわ。どういうことだ？このスリは組織的に行われてるのよ。誰かが子供たちを使ってスリをさせてる。きっとグツがすられた承認札もすでに元締めに渡ってるでしょうね。このままスリが横行すれば、いずれは市場全体の客足が落ちて、私たち商人は立ち行かなくなってしまう。ねえ、ここは協力しない？あんたたちは承認札を取り戻したい。私はスリの被害をなくしたい。どちらも元締めさえ捕まえれば解決するわ。どうかしら。グツ、他に自治領島へ向かう手段は？乗り合い馬車以外は厳しいと思うよ。自治領島はまだまだ遠いからね。今回は様子を見に行くだけなんだろう。なるべく目立たないようにしないと。つまり承認札を取り返さないと自治領には行けないということね。仕方ない、協力しよう。そう来なくちゃ。改めまして、私はエルイーズ。あんたの名前は？クライブだ。それじゃあクライブ、これを持って行って。私の仲間がスリのことを探ってる。それを見せれば力になってくれるはず。ひとまず乗り合い広場の家具屋に行ってみて。家具屋か、わかった。酒はいらんかね。ここは家具屋か？ああ、何かお探しかね。おや、そのブローチ、エルイーズに仕事を頼まれたんだな。彼女からあんたのことを聞いた。スリについて何か分かったことはあるか？ああ、狙われてるのはほとんどが大荷物を背負った行商だ。荷物で体の自由を奪われてる上に、相手が子供じゃ死角に入られて気づかない。万一気づいたとしても土地勘のない行商が子供を追うのはまず無理だろう。それでグツも狙われたのね。子供たちのことはもう一人の仲間が調べている。魚屋を当たってみてくれ。訪ねてみよう。
こんな上等な役目、実寮じゃから。実寮に行かなきゃ。いらっしゃい、おいしい魚が揃ってるよ。で、そのブローチ、エルノじゃない。何か頼まれてるのかい、あんた。スリの元締めを捕まえるために動いているところだ。ああ、なら子供たちのことを聞きに来たんだね。スリの被害者はみんな薄汚れた子供にすられたって言ってる。きっと孤児が使われてるんだよ。その子たちは戦か何かの。町の入り口で難民を見たろ。新天地へ向かうのに邪魔な荷物をここで捨てていく大人がいるんだ。ひどいな。クライブ、孤児の子たちと話してみましょう。何か知ってるかもしれないわ。ああ、そうしよう。だったらここらの子供に声をかけてみな。ほとんどがそうさ。ありがとう。それじゃあこの辺りの子供たちに話を聞いてみましょう。果物はどうだい、うちのは一等だよ。ねえ君、今話せるかしら。何？この市場で誰かからスリを頼まれたことはない？俺たちに頼み事をするやつなんているわけないだろ。大人は嫌いだ。向こうに行ってよ。ごめんね、ありがとう。果物はどうだい、うちのは一等はないよ。こんな上等な薬味。少し話を聞いても。なんだいおじさん。君たちにスリの仕事を持ちかけた人はいなかったか。聞いたことないけど。スリって仕事なの？いや、仕事ではないな。悪いことだ。すまなかった、他を渡るよ。乗り合い場所は関所前だ。少しいいかい？なんですか？私お金なんて持ってない。大丈夫、教えてほしいことがあるだけよ。教えてほしいこと？最近子供にスリをさせる悪い人がいるみたいなの。あなたに声をかけてきた人はいない？私は言われたことないけど、本山がそうなのかな。同じ孤児の子が言ってたの。彼が危ない仕事をしてるって。クライブ。ああ、その子を探して話を聞こう。本座にはどこに行けば会えるかしら。市場の入り口によくいるけど。ありがとう、助かったわ。いらっしゃい、いらっしゃい。荷運びなら俺に任せな。市場の入り口はこの辺りか。本座はどこかしら。お腹すいたよ。しかし、あのでっけえ商人はちょろかったな。いつもあれくらい簡単だといいのにね。でもよ、あの商人札、やつらに渡してよかったのか。このままじゃいいように使われるだけだぜ。今さら後には引けないだろう。やつらに逆らえばみんな殺されちまう。今の話詳しく聞かせてくれないか。傭兵だ。スリがバレたのか。どうしよう。こんなところでとっ捕まってたまるか。どこ行くんだよ本座。あいつが本座か。ジル、この子たちを頼む。俺はあの少年を追う。分かった。まだそう遠くへは行ってないはずだ。この近くを探してみよう。
少年を見なかったか。慌てた様子で走っていったと思うんだが。それなら裏手にあるチョコボの放牧地へ向かったけど。ありがとう。オンに切る。くそ、ここまでか。待て、本座。別にお前をどうこうしようってわけじゃない。話を聞かせてくれ。分かった、降参するよ。俺はお前たちにスリをさせている元締めを探している。誰から仕事を受けた？サレキ旅団の奴らだ。いい金になるからって誘われた。悪いことしてるって分かってる。でも仕方ないだろう。こうでもしなきゃ俺たち孤児は飯さえろくに食えない。それに俺がやらないと他の孤児まで巻き込んじまうんだ。本座、お前。クライブ、ここにいたのね。さっきの子供たちは？エルイーズに預けてきたわ。それでグツと一緒にあなたを探して。ああ、あの時の。あんたの承認札ならもう手元にないぜ。サレキ旅団に渡しちまったからな。騒いだってもう取り返せない。仲間を食わせていくために俺はあいつらには逆らえないんだ。お前か、子供を脅して盗みを働かせていたのは。待て、俺は、クライブ。勘違いするな、俺は依頼されてきた。言い逃れするな。お前、そのブローチ。あれ、テオなのかい？グツ、そんなところで何してる？じゃあ、あんたが姉貴の言ってたやつか。姉貴？そう、エルイーズさんの弟だったのね。まったく姉貴め、教えといてくれりゃいいものを。俺はテオドール。さっきは悪かったな。テオドール、サレキ旅団というのは？この辺りに住み着いてる野党どもだ。難民たちの弱みにつけ込んで悪事を働かせているゲスな奴らさ。俺はこれ以上難民が狙われないように連中の手口を調べてたんだが、子供を使ったスリまでサレキ旅団の仕業だったとは。本座のことは前から知ってるが、根はまっすぐなガキだよ。他の孤児がスリをしなくていいように自分たちだけで背負おうとしてたみたいだな。クライブって言ったっけ？あんたら姉貴と一緒にスリの元締めを探してるんだろ。ここは一つ協力しないか？俺の承認。それで何を協力すればいい？あんたらが追ってたスリの元締めも、俺が調べてた連中も同じサレキ旅団だ。だったらやることは一つ、どちらも奴らを潰せば解決ってわけさ。いいだろう。そうこなくっちゃ。さて、話してもらうぞ本座。サレキ旅団の根城はどこだ？わからないよ。いつもやりとりは市場のすぐ外だったから。
一度だけ奴らの後をつけたことがあるんだけど、途中で見つかって殺されそうになったし。その時連中はどこへ向かおうとしてた？レトニ峡谷の方だと思う。よし、行ってみよう。レトニ峡谷なら僕らの外だ。うちの放牧地で。承認札がなきゃ。お腹すいたよ。俺たちのこと嗅ぎ回ってた野郎だ。ここで片付けてやる。うわぁ！瓦礫旅団の下っ端だ。尻尾を掴んだな。今日もたんまり稼いだな。ええ、難民どもはいい仕事しやがるぜ。ガキたちもだ。特にあの本座ってのは本当に腕がいい。ドジ踏んで捕まるまでは目いっぱい働かせねえと。あいつら、サレキ旅団の奴らか。クライブ、俺は加減しないぞ。花からそのつもりだ。あんな奴ら叩きのめしてやりましょう。ふん、二人とも行くぜ。なんだ、千葉の傭兵どもか。クソ、殺せ殺せ。Yeah!
この荷物は最近盗んできたものらしい。首飾りに指輪に財布に商人札か。よくもまあこんなに集めたもんだ。どうだ？大丈夫。まだ偽装された様子がない。あれならグッズの商人札も探せば見つかるだろう。ただ量が量だ。ちょいとばかり時間がかかるぜ。探すのを頼めるかしら。任せておきな。あんたらは先に市場へ戻って姉貴に報告しておいてもらえるかい？分かった、伝えておこう。クライブ、守備はどう？スリの元締めを捕まえられそうかしら。エルイーズ、実は。なるほど、サレキ旅団が黒幕だったのか。テオに探らせてたのと同じ相手だったなんて。でもこれで一件落着ってわけね。悪どい連中だから大事してくれて助かったわ。あとはテオの帰りを待つだけ。グッズの承認札も見つかるといいけど。あら、噂をすれば。お帰りテオ。よ、今帰ったぜ。オーラクライブ、お目当ての承認札だ。グッズに渡してやってくれ。ありがとう、助かったよ。それから姉貴、やつらが盗んでたものはうちの手のものに運ばせてる。被害者たちへ返すよう段取ってくれるか。ええ、後でやっておくわ。事件も落ち着いたところで、そろそろ正体を明かしてもらえないねえ、滞在人指導。そう固くならないで。私たちも同業者だから。どういうことだ？言ったでしょ、うちに来るのは大抵が訳ありの客だって。私たち赤の正体は金さえ積めば何でも運ぶ砂漠の運び屋よ。その荷物がたとえベアラーであってもね。俺がその第一号さ。姉貴の力で聖火から逃げ出したベアラーだ。そうだったのか。つまり私たちなりにベアラーを保護してるってわけ。お互い良い関係になれると思うのだけど。デオ、どう思う？まあ賛成だ。あんたがシドってんなら運び屋の仕事もやりやすくなる。どうだ、俺たちと手を組まないか？ああ、そうしよう。よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。クライブ、これを受け取ってほしい。これは割り符みたいなもので、もともとは一つなのさ。赤の正体が協力する証と思ってくれ。二人ともよろしく頼む。
これから自治領島に向かうんでしょ。グッズの承認札があれば大丈夫でしょうけど、何かあれば特別価格の900万ギルで運んであげるわ。そんなことにならないよう祈ってるよ。さあ、グツに承認札を渡してやろう。これで出発できるわね。お前みたいな小汚いベアラーは。いらっしゃい、いらっしゃい。乗り合い場所は関所。果物はいかが。俺は鍛冶師に。グツ、お前の承認札だ。無事に戻ってきたぞ。ありがとう、クライブ、ジル。よかった。ばあさんに叱られずに済む。エルイーズとテオドールにも今度礼を言っておくよ。ホンザ、もうスリなんてやめておけ。悪い連中ともつるまないことだ。わかってる。エル姉ちゃんが俺たちに仕事をくれたんだ。チョコボの糞にまみれて働けってさ。厳しい仕事だし、給金だって安いけど、孤児の仲間とみんなで頑張ってみようと思う。あ、それがいい。グツ、本当にごめんな。こうやって承認札も戻ってきたんだ。もう気にするな。グツは鍛冶師になりたいんだろ。俺が最初の客になるよ。ちゃんと働いて金を貯めて買いに行くからさ。うん、待ってるよ。それじゃね。これで馬車に乗れそうだな。俺たちはグツの用心棒だ。あとは手はず通りに。わかった。うん、グツは乗り合い馬車でそのままクリスタル自治領へ向かってくれ。俺とジルは途中で降りて別経路から町へ入る。俺は買い出しだ。ええ、私たちは自治領の偵察に。自治領には確か町の中央に鐘楼があるんだよ。何かあったらそこで落ち合おう。これでどう。よし、行こうか。それでは父君の周辺にアルテマの気配はないと。おそらく貴公はザンブレクにカナモノが入り込んだと疑っているようだが、少なくとも父は自らの言葉で話していた。見る限りでも操られている様子はない。露骨な接触はしていないか。各地の異変や戦乱の陰でうごめく者、人ならざるアルテマという存在。最初に聞いた時には過ぎた妄言かとそう思っていたが、実際に胸の傷を見せられてはな。どうかルサージュ卿、共にアルテマと戦ってくれないだろうか。すぐには無理だ。ルサージュ卿、我が軍は今もダルメキアと交戦中。
ドレイクファングを失い、後のない奴らは攻めに転じる。停戦破棄も時間の問題だ。バハムートによる抑止なくては多くの民が命を失う。風国プカはアルテマの目論みで命を落とした。あなたが民を重んじているのは理解している。しかしアルテマを止めなければさらなる戦乱を生んでしまう。そればかりかバリスゼアに混沌が訪れるだろう。今よりもっと多くの民が苦しむことになるんだぞ。貴公の話は信じよう、フェニックス。だが世にはどうしてもやらねばならんことがある。どうしても。貴様、なぜそのことを。高き位にある者はそれにふさわしい地を求められる。寸分の疑いもない純潔さを。そう、下船の女と交わった血はもってのほか。まして我が子を金で売るような女ではな。父上を脅したのか。いいえ、私はただ忠告しただけ。リオンが謀反を企てているとね。何を。シルベストルは先生に心得がある。忘れたわけではあるまい。まさか星読みどもをたぶらかしたのか。今後も芸家に忠を尽くすと誓うなら、これからも英雄であることを許しましょう。肝に銘じなさい。黙れ、カンプメ。青龍騎士である貴公の誇り高き振る舞いに免じて、こたびの無礼は不問に付しましょう。さあディオン殿下、戦支度をお急ぎなさい。貴公はバハムートになって空をかけてこそ、芸家もお望みですよ。だからこれからも戦にご教示遊ばせ。バリスゼアをオリビエ芸家のものとするために。ザンブレクを汚す闇を払わねばならん。このままではアルテマと戦う前に新たな戦火が生まれてしまう。奴の思うがままに。そうか、すまない、母が迷惑を。気に病むことはない。これは我が国の大事だ。皇家の一員として世が決着をつけねばならん。その後であれば我が翼を預けよう、貴公に。感謝する、ルサージ教。うん、民のため貴公と共に空を狩る日を楽しみにしている。ああ、待ってるよ。テランス、ここに。これから世が行うことをお前は罪と咎めるか。私、いえ、我々青龍騎士団の主君はあなたです。全てはディオン様のお心のままに。
戦の支度だ。青龍騎士団全体に通達せよ。逆賊アナベラと芸家を語る不届き者を討ち取る。ザンブレクを取り戻すぞ。